一部野党がまたも得意の審議拒否、条文のミス、一部からはそんぐらいのミスは自分で直せよの声も、立憲民主党さんたち、実は自分たちがおサボりをしたいだけなんじゃないでしょうか。はい、ということでこんばんは、参議院議員の音喜多駿です。今日の Vlog もスタートしていきたいと思います。こちら3月の24日に収録してるんですけども、今日はですね、国会が一部、停滞を、しております。一部の野党がですね、また審議拒否体制に、入りつつあると、入っていると、いうことで、私明日もですね、財政金融委員会の質疑が行われる、概ね見込みだったんですけども、これ4時半現在で、まだ明日の予定が確定しておりません。で、明日の委員会が確定しないとですね、質問通告も正式にはできないし、官僚の方々もいつまで経っても退去をするとまあ、いうことですので、この非常によろしくない、生産性が低い、状態が今日一日続いているという状況でございます。で、なんで今回また一部野党が審議拒否体制に入っているのかというとですね、各種報道でもされている通り、一部の法案で、ミスが、記載ミスがですね、誤字脱字などのミスが発見されて、これがかなり今ですね、調べ直してみたところ、いろんな法案に拡大していると、いうことでですね、非常に大きな問題になっているとか、一部野党が問題視をしていると、審議に値せずなんて言ってですね、閣議決定のやり直しや責任者の処分を求める方針で一致したということで、3月23日、昨日の、産経新聞に出ておりますし、で、今日はですね、また開けてですね、さらに、この昨日、この条文ミス問題というのは問題になってたんですが、今日24日、また政府から報告がありまして、新たに10本程度の法案に軸などのミスが見つかったと、いうことでですね、これでもう一部野党はもうこんな状態で審議できるか前代未聞だということで怒っていらっしゃると、いうことですね。まずね、大前提として私はそれはミスはない方がいいと思いますけども、この極の誤字脱字レベルのミスでですね、審議拒否をするというのは、これ事の経緯から考えると明らかに過剰ですし、これはもう一部野党の行動には全く賛同しかねると、いう、見解を持っております。で、そもそもですね、これミスが相次いでも何十本何十箇所みたいな感じなんですけども、この法案そのもの、法案のズバリ条文そのものを間違えているというのは、3本の法案、銀行、ですね、産業競争力強化法改正案とか、銀行法改正案など、3本で見つかったと。で、この条文というのはもう本当まさに法律そのものですから、確かに法律そのものに誤字脱字があると、これは非常に格好悪いですし、意味が変わらなければ、そこまで重大じゃないのかもしれないですけど、これはもう確かに再発防止に徹底的にやっていただきたいと私も思います。でもですね、この何十箇所で見つかったっていうのは、この法案の条文そのものじゃなくても大量にあるこの添付の資料の中とかですね、あるいはこの新旧対象表とか、それあくまで参考資料の中に誤字脱字が、たくさんあったっていうことが、この数はね、一見すごい、うわ、こんなあるのかって思うんですが、大半の数というのはこの添付資料の中なわけですね。で、この大量にあるこの添付資料の、この要項だとか、新旧対象表とか、いろんなポンチ絵とか、いろいろあるんですけども、この大量の資料まで一言一句全部間違えないように誤字脱字をチェックしてたら、これはもう大量のもう人手が必要になる、もうヒューマンリソースをですね、もうものすごく使うことになって、本来この優秀な霞が瀬の頭脳はですね、もっと別のクリエイティブなことに使うべきなのに、こんな目を皿にして一言一句誤字脱字がないようにチェックをするということをですね、この全ての参考資料とか、新旧貸借表とか、そういう法案そのもの、条文そのものじゃないところまで、そのコストをかけるのかと言われれば、私はそれかけるべきではないと正直思いますね。なので、今回結論から言うと、この落としどころとしては、この法案の条文、この法律そのものは、もうこれは徹底的にチェックしてくれと。さすがに誤字脱字とかかっこ悪いし、もう余震は意味が変わってしまったら、これは大変なことになってしまう。閣議決定して、さらにこの採決までされているところまでね、誰も気づかなかったら、これは大変なことになってしまうので、ここはやっぱりしっかりしてほしいと。ただね、この、添付のその周りの周辺資料に関しては、誤字脱字とかがあっても、その意味が決定的に違うとか、もう真逆の意味になってしまって、もうなんか説明された方が騙されてしまうとか、そういうことでもない限り、この誤字脱字レベルで、私は個人的にはこれ目くじら立てる必要っていうのはね、ないし、そこはおおらかにやった方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、これは各元官僚の方々が結構、ツイッター上反省してて、こういう意見が来ています。例えば、おもちさんですね。元官僚 YouTuber のおもちさん。法案の誤字脱字が大騒ぎになって、法案成立に影響するなら、誤字脱字チェックして最終入稿する係員や係長の力がすごくなるな。誤字脱字は立法府たる国会で粛々と修正して中身を議論してほしい。そしてそれもダメなら、外注して第三者公演するとか、提案できる打ち手は山ほどあります。あともう、あるいはですね、法案ミスで騒いでる一部野党は、本当に政権取り気あるのか心配になる。政権変わっても官僚は変わらんのやで。ミスした結果を追求して政権の失点にしたら、仮に政権取った時に自民党に同じことされるぞ。
それよりも国会で修正するとか、ミス防止のための体制整備を提案した方が日本のためになる。ということで、まあ、ズバリこう言ってるわけですね。宇佐美のりやさん、私も仲良くしてますけど、仲良くっていうかな、まあ、奇妙な関係築いてる、元経産省官僚の宇佐美さんなんかもっとストレートですね。いや、委員会で修正できるんだから、見つけたミスぐらい、自分たちで修正しろよ。無能かよ。とまで、無能かよとまで、もう、一刀両断してます。まあ、そうなんですよ。我々立法府っていうのは、立法権限があるし、法案を修正する能力、権限も持ってるわけだから、からミスを見つけたらね、それは例えば条文の中にあったとしても、いや、これ間違ってますから修正案出しますって言って、こう、修正するってことはいくらでもできる。まあ、いつも偉そうにこう、立法府っていうのは行政府の監視機関であると。まあ、言ってるぐらいだから、まあ、このミスを見つけたらね、それは、自分たちが修正して、監視をチェックして、修正してあげれば、いいわけですよ。まあ、ちょっとその極端に言えばね。まあ、だから、ま、やっぱ、この、ことの継承っていうのがあって、いや、まあ、ミスが、別に何でもミスしていいっていうわけではもちろんないんですけども、やっぱまず参考資料までこういうミスをもう全部こう何のミスもないよノーミスでいけって押し付けるのは、これはお互いにとってね不幸っていうか、もう霞が関の労力をそんなことに消費をしてですね、いい政策が立案できなくなるっていうのはこれ本末転倒ですし、このおもちさんが指摘してるようにですね、もう今それで野党がわーわー、一部野党がわー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 やって、もう審議拒否とか言ってこの日程闘争に今入ろうとしてるわけですけども、こんなこといちいちね誤字脱字やってたら、自分たちがこう政権交代して立場がひっくり返った時に同じ嫌がらせをされる可能性あるでしょうし、これ要はまあ、こんなことするかどうかわからないですけども、いわゆるこの官僚のね、反乱の一つとサボタージュの一つとして、なんかあの時この立憲民主党に審議拒否だとか、もう一言一句間違いになって、もうすごい残業を増やされて、もうめちゃくちゃプレッシャーかかったから、じゃあこれ逆になったのによし嫌がらせで俺ら同じミスしたろっつって、これ官僚がそういうささやかな抵抗をしてですね、誤字脱字だらけの資料を出して、野党になった自民党が審議拒否をして、時の政権を攻め立てる。まあ、なんてことも起こってしまうかもしれないわけですよね。だからよくよくですね、相手を攻めるときというのは、反転可能性、自分が逆の立場になったときにこういうことが起きたらどうするかっていうことを考えなきゃいけないわけですね。で、それは考えたときに、まあ私も、まあ私日本維新の会も政権取るつもりですから、そうなった時にやっぱこの一言一句のこの参考資料までのミスをですね、上げつらって審議拒否までしてたら、それはもう国会進みませんわなと。もう政権運営なんか立ち行かなくなって官僚も疲弊するばっかりで日本沈没しますわなと。まあこれはもう冷静に考えればわかる話なわけですよね。まあですので、まあちょっとこれはね、もう何度も繰り返しますけど、条文の方の本体のミスはあっちゃいけないし、あってほしくない。まあ我が後で修正できるとしても、これはもうできる限りなくしてほしいですけども、この参照条文とかも参考資料のとこまでのミスまでこう全部こうジッパ一回にひっくりめてですね、大問題だ大問題だと、まあ、言うのは間違ってるし、まあ、大問題でてもう一歩譲って大問題で騒いでもいいけど、審議拒否までするのはいくらなんでもやりすぎです。それはもう別の意図があると思います。これは審議拒否して、まあ、なんかこの重要法案の一つを遅らせてやりたいとか、まあ、そういう意図があるやにこう漏れ伝わってきてますけども、まあ、こういうことしてる限りね、私はそういう、そんなね、ことをやっても、支持率は上がらないと思いますし、政権交代なんか遠のくばかりだというふうに思います。なので我々日本維新の会はですね、まあ、ミスはなくしてほしいと、再チェックを徹底してほしいということは、ご要望しましたけども、まあ、ここも目くじら立っててね、審議拒否はなんだということでは、ないと思いますし、あとはもう建設的な、改善案、なぜこれが起こってしまったのか、このマンパワー不足とか、そしてAI とかそういうのに代替できることはないか、そしてあるいは先ほど私が、これはもう個人の考えですけど、まだ、申し上げているように、もう参考資料についてはもうそんな目くじら立てないと、まあ、そういう線引きをするとかですね、まあ、新たなルール設定をして、まあ、しっかりとこの霞が関が活躍できるように、まあ、疲労が蓄積せずですね、建設的な生産性の高い仕事ができるようにですね、バックアップしていくということをね、我々としてはやっていきたいと思いますので、よろしくご指導ご鞭撻のほどと、そしてよろしければチャンネル登録お願いいたしまして、今日の Vlog としたいと思います。それではまた明日、さよなら。